タービンを動かそうとしてるんだ。もう6回目だ。来て1週間だが長く感じるよ。ここのタービンを動かして。そうだ、渡すもんがある。住んでる町に電気を通そうと。去年テキサスの家に行ってみたんだが何も残ってなかった。これね。だけど異物ください。ちょっと色褪せてるが綺麗だろ。これこの異物は収集できないな。本当にだったら本当にいいんだ。分かった、じゃあ預かっとくよ。トミー、話がしたい。二人で。ああいいぜ。仲間の様子を見てからな。こっちだ。行くか。で、こっちの方に行くといろいろまたありますね。サプリと、それから部品。で、さらにアルコールがあるんですけど、もういっぱいいっぱいだな。アルコールがカンストしてしまいました。この先行きますか。俺たちの町も見てってくれないか。もう20世帯もいるんだ。10もいるんだ。マリアと親父さんが自給自足の村として始めた。そうとして野菜と家畜を育ててる。こんな生活もうできないと思ってたよな。ここならできる。住みたい。この人と会話ができる。見ない顔ね。もしかして俺が泳いでたの見てたの？ジョエルだ、トミー。お兄さんね。ここじゃ噂はすぐ広まるの。そうか。確かに似てるわね。なるほど。出るんだ。褒めたのよ。俺が泳いでたのどんな気持ちで見てたの？嬉しい。私も。もう噂が広まってるかもしれない。寒中水泳ゴリラが来たわよ。あだ名までつけられてるかもしれない。町の防衛は大人が交代で見張ってる。発電所が直れば電気柵も使えるしな。なるほどね。感染者もやってくるんだよな。もちろんだ。どこでもそうだろ。言い切れるのか。ここにマリーンみたいな部品じゃねえ。これなんだ。カンカン犬ちゃん。よしよし、バッチリだ。番犬にはならないが。いい子だ。楽しいやつだよ。いいな。この辺に部品があるんだけど、どこだかな。あ、ここに部品があります。あ、トミーがもういなくなってる。部品を探してる間に。発電所を復活させる天才たちだ。サプリ今回はいけるぜ。信じないか。そうは言ってない。100万ドルかけてもいいぜ。よし、200万。もうちょっとで終わる。あとはシールドを戻すだけだ。オーケー。金なんかもう意味ないんだろうな。左だ、気をつけろ。燃やしたりしてるんかな。よし、いいぞ。ゆっくりだ。すごいね。よし、いいぞ。トミーが来た。いけるか。あと、もう。いいぞ、行け。回るか。回った。すごいな。200万ドル損したな。よし兄貴、話をしよう。
俺は拾うもんがある。こっちの小部屋に、あ、鉄パイプがあるじゃん。部品があります。部品があって、ファイヤーフライのタグあります。こんなもんかな。トミーとのお話タイムと。邪魔するぜ。大した仲間たちだな。いいやつらさ。この町でチャンスをもらった。ここならやり直せるんだ。なんでボストンを出た。やむを得ない事情があったら。あの子に関係があるのか。あの子が全ての原因だ。あの子が何だって言うんだ。免疫を持ってる。免疫だと。本当だ。何人もが死ぬほどの器具を吸い込んだってびくともしない、うん、俺も信じなかったが証明できる。そうか。だとしたらなぜここに来た。ファイヤーフライに引き渡したい。お前の仲間だろ。無事に届ければ報酬も出る。やつらとはもう何年も会ってない。アジトは分かるだろう。簡単な仕事だ。必要なものさえもらえば俺はここを出ていく。なんで兄貴のために俺が。俺のためじゃない。お前たちの大義のためなんだぞ。俺には家族がいる。そんな簡単には引き受けられない。それならマリアに頼むといい。仲間に言ってもらえるだろう。仲間にも家族がいる。重要なことなんだ。必要なものは渡そう。あの子は兄貴が届けてくれ。恩を忘れたのか。恩だって。何年お前の面倒を見てきたか。あれで面倒を見ただと。未だに夢でうなされてるんだぞ。おかげで生き残れただろう。ハンターやってたんだな多分な。人類を救う方法になるかもしれないんだぞ。ガキみたいなことを言うな。あの頃とは違う。殴るなら今度は兄貴も痛い目に遭うぞ。どうかな。あれはなんだ。襲撃だ。殺し方を覚えてるな。今までやってきてるよ。俺に任せろ。ずっとやってきたそれは。じゃあ、あとは任せた。サクッと行くぞ。ここは俺は先に行くぞ。お前らはやっといてくれ。これで上の警…あ、いない。行けるぞ。よいしょ。こんにちは。ここを先に進むとトミーたちがね全員倒してくれるので、これで OK と。でここでキープしておいて、この中に放り込む。放り込むことで蒸し焼き状態になります。すぐ行く。でトミーの超絶能力を見たところで戻りまして、あんな、なんか X メンいたけどね。実は X メンに出演してた説。トミー、異物を取っておく。さらにここのサバイバルガイド取っておきましょう。そして打撃用武器を作っておきます。この後に、打撃を愛する者というメダルを取ろうかなと思っています。で一人上がってきます。階段から来た。上がってこないな。これで一人殴って、二人殴って、
3人殴ると。はい、これで OK です。じゃあちょっとやり直しましょうか。よし、さよなら、こんにちは。ほい、トミー、うわこれ何回見てもいいな。斧を取っておきましょう。ここでアルコール落としてるやつがいたかなと思うんで、火炎瓶を作っておいて、ありますね。下に2人います。あいつらは1人は猟銃で撃って、1人は走ってくるので、走ってこないね。まあじゃあ猟銃で撃ちますか。はい、 OK です。でもう1人はディアブロの弾取っておきましょう。もう一人はポイッと投げてナイフで手斧で処理して、あと一人は倒してくれますねみんながいじめだろあれ。で砂糖があるので砂糖を取っておきます。であいつは、あいつもね、放置してたら多分倒してくれるんだけどかわいそうだからやめてあげてください。投げてこれでゲート。で走っていってこれ取っとこう。ここにあの二人が、お待たせ。無事だったか。ええ、大丈夫。ジョエル、すごいよ。あちこちから襲ってきた。そしたらマリアが走ってって。それでテーブルを飛び越えたら、あの大男が銃を持って。いいからまず落ち着くんだ。聞け。エリ、怪我は？だったんだな。ないよ。なあマリア、話すことがあるんだ。ダメ、絶対ダメ。他の人を見つけるよ言って。このまま放ってはおけない。今日何人の仲間が死んだか分かってる？何があったの？原因は私？後で話す。研究所の場所聞いた？だから後で話す。後で。そう。一度でもあなたがヘマしたらそれだけで私も未亡人の仲間入りなのよ。俺はやるよ。やらなきゃいけないんだ。もういい。マリア、マリア、来た来た。あんた覚えときなさい。トミーに何か起こったらあんたのせいだからね。感謝はしてるんだ。分かってるさ。うん、俺があの子をファイアフライに届ける。トミーは本当にいいやつなんだな。助かるよ。人類のためだからな。エリーと話したい。それでいいのかジョエル。え、なんだって。兄貴。なんだ。エリーが馬を盗んで逃げたらしい。クソ、どっちだ。来い。ここから馬で出てった。中へ戻って後始末をしておいてくれ。ああ、じゃあ気をつけて。行くぞ。そこ、足跡がある。ハクロ行くぞ。ジョエルはね、ジョエルを攻めることもできないのよな。サラっていう大事なものを失ったから、また失いたくないっていう、あれが一番のトラウマですからね。だからトミーに任せたい気持ちもあるけど。遠くには行ってない。大丈夫、見つかる。あのガキめ、いつもこうなのか？いや違う、わけがわからん。
エリーにしてみたら、エリーのバックグラウンドとかも知るとね、母親も死んで友達も死んでっていう、そしてマーリンからを離れた、いつも一人になっちゃうわけです。こっちじゃないようだな。一人になるのが一番怖いって言ってたよね。この移動シーンもね、全然飽きないっていうか綺麗なんよな。全然無駄じゃないシーンなんだよこれが。おい、足跡だ。音楽もいいしさ、すごいよ。よっしょ。いけるのか。ぴょん。おう。敵は何人だ。多すぎてわからん。ここは殺人鬼ルートで行くか。手斧を持った殺人鬼。この処理目の敵はトミに撃ち殺してもらいましょう。4発当たればいいね。あと2発か。トミもうちょい左、もうちょい左、11時の方向。決して煽ってるわけじゃないんだけど。 OK、 あと1発。どこ？12時の方向。来ますトミーさん、助けて。ありがとう。じゃあ俺の出番だな。こっから先に進んでこいつをこそっと、あー、まあいっかまあいっかで殺される。こっち側に行きまして登ります。危ない今で。ここはこっそり行くと森の中で青年が投擲の練習をしている風景が見れますね。バーベキューにしてやる。森はいいね、やっぱりこういう若者の元気のある姿を見れるわけだ。一通り飽きたら警戒が解かれるので、こいつの首をギュッとね。弓矢を構えておいて、で、あいつを撃つ。で、見つかるので、トミーが上がってくるタイミングでシットガンのやつがいますね。あいつを仕留めたかったけど奥行っちゃったの。びっくりした。手斧の威力。びっくりした。でびっくりした。OK です。これで全部だ。手斧の杖のよな。ここに弓矢がありますので補充しておきましょう。何も落とさないのか、渋いっすね。さあ馬へ戻ろう。おいで。やっぱだ。行こう。
よっと。ほんと景色いいよマジ。足跡がついてる。捕まってないといいが。やっぱエリーのこと気にかけてるな。エリーは一人になるのが怖いって言ってたけど、ジョエルは失うのは怖いんですよね。やっぱマナ娘を亡くしてるし、うん。だから大切な人なんかを極力作らないように遠ざけるようにしてるんじゃないかと。でエリーはもうほんとダブって見えるから、ここで富に託して自分は怖いから失うのが見たくないから託そうと。でもエリーは一人になりたくないと。この素晴らしいですね。見ろ牧場だ。でここの牧場ね、馬がいる。エリーはここだな。いいよねこれ。本当はコンセプトアートではもっと廃墟みたいな感じにしたかったみたいですけどね、ある程度原型は保ってる。ウォーキングデッドっぽいよなここ。お邪魔。このトミーの馬よく覚えておきましょう。気をつけろ。帰りには別の馬になってます。エリーサプリ。ファイヤーフライのタグ。うわでかっ。あんなでかいんだ。布取っておきましょう。エリーエリークソデカボイスがってやつだ。いた。コミの声量がすごい。コミック第12巻。絶対絶命のとこがこれ。アシュラ男爵なんか似てるな。意識したのかな。うわ何ここ、いやらしい、いやらしいシャワーがあるじゃない。やだわ。ここにテープと刃物あります。そしてこの中にアルコールと。入るよエリー。ガチャリ。ざっくり1分間ラスアス解説。今回はラスアスの音楽について。さてラストオブアスのゲーム中で流れる音楽ですけども、ほんとどれも素晴らしいと個人的には思います。この音楽はグスターボ・サンタオラヤさんという作曲家が作っていて、実際に彼が演奏したものも何曲か使われています。この方はもともといろんな映画に音楽を提供している人で、有名なところではブロークバック・マウンテンとかバベルとかがありますね。メイキングを見ているといろんなものを楽器として使ったりして、かなりユニークな方法で曲を作っていることがわかります。ラスアスでは音をわざとずらしたギターを使って収録した曲もあるということでした。ラスアスのメインテーマでもあるこの曲は、今流れている曲ですけども、ロンロコという楽器を使って収録されました。ロンロコは南米アンデス地方の民族楽器だそうですね。グスターボさんがアルゼンチン出身ということもあって馴染みがあったのかなと思います。では最後にこのグスターボさんがメインテーマを実際に演奏しているところを流して終わりにしたいと思います。ありがとうございました。